さーて、今日はサバイバルで遊んでみよっかな。クア作ろう。おお、実績解除した。実績か、そういえばあったね。ゴクリ、僕のコレクター魂がうずいてきた。今日は実績解除しまくるぞ。レッツちょいてく。みんなは実績って知っているかな。実績とはマイクロソフトアカウントと連携すると新しく増えるシステムのこと。いろんな目標がたくさん用意されてるんだ。例えばこの再繁殖は牛2匹に小麦を与えて子牛を繁殖させれば解除される。同様に丸石がいっぱいは大きなチェストに丸石を1728個、つまり丸石でチェストの中をパンパンにすれば解除されるさ。実績は解除しても基本的にメリットはなくて、興味がない人は無理にやらなくても OK。 でも新しくやることが見つからなかったり、単純に目標を達成するのが好きなら狙ってみてもいいかも。マイクラの新しい楽しみ方が見つかるかもしれないよ。ちなみに実績はサバイバルモードでだけ解除できる。一度でもクリエイティブモードに変更したことがあるセーブデータでは、もう一度サバイバルモードに戻して条件を達成しても実績は解除されないぞ。実績の詳細や進行状況はメニュー画面などのポーションのアイコンを選択すると確認できる。全部で100種類以上用意されていて、アップデートで追加されることもあるんだ。今回は手始めに解除が簡単な実績をいくつか紹介していくよ。持ち物ゲット。 X ボタンを押して持ち物画面を開けば解除されるさ。木を手に入れよう。素手などで木を壊しブロックを入手すれば OK。 作業台を作る。原木から木材を作り、さらに作業台を作れば OK。 いざ突撃。木材から棒を作り、木材と組み合わせて木の剣を作れば解除されるぞ。いざ採掘。剣と同じように木のつるはしを作るだけ。といった感じで、今回は簡単なものを紹介したけど、中にはエンダードラゴンを倒したり100日間プレイするなど解除するのがとっても大変な実績もあるんだ。どこまで解除できるか、ぜひチャレンジしてみてね。ちょいテクアドバイス。実は解除するとおまけがもらえる実績もあるんだ。例えばダイヤモンドをあなたにという実績。ダイヤモンドを捨てて他のプレイヤーに渡せば解除されるんだけど、解除するとダイヤモンドをあなたにというエモートも使えるようになるよ。こうしたおまけのことをリワードって言うんだ。リワードはエモートの他に新しい帽子や服、靴などがあるぞ。リワード対象の実績は全部で60種類以上あるんだ。一覧の画面で実績の右側にアイコンがあるものがリワード対象の実績だぞ。実績解除。みんなも実績解除してみてね。なんか他に簡単そうなのはあるかな。うわ、強靭なお腹。腐肉を食べればいいだけか。お腹を減らしていただきます。もぐもぐ。実績解除、やったー。